そのトーナメント4チームの枠を狙う B ブロック、あと1枠を狙う中島宮原とマルビン・エドワーズです。さあ赤コーナーは宮原健人、一方外国人チームはエディ・エドワーズが残って、泣いても笑ってもリーグはあと1戦。 B ブロック残る1つの枠をめぐりまして、中島宮原組対マルビン・エドワーズ組、30分一本勝負です。組み合いました。押し込んでいったのは宮原健人。ここはクリーンにブレイクしました。まあ、当然全ての選手がジュニアであるんですが、体格には大きな差があります。宮原健人は186センチ88キロ、まだキャリアの浅い分若干の細さもあるかもしれませんが、長身の宮原、エドワーズも180センチあるんですが、それを上回っています宮原です。押し込んでいった、今度はエディ・エドワーズ、そのパートナーリッキー・マルビンは169センチです。ここもクリーンにブレイクしました。組み合ったエルボちゃいます。あ、キック打った、しかし切り返していきます。キックを得意としているのは中島勝彦。リングの外では金丸小太郎組がこの試合の行方を見守っています。すでに2勝1引き分けで金丸鈴木小太郎組は決勝トーナメント進出を決めています。あー、顔面コーナーパットに落としていきました。ターンバックに顔面打った、そのマルビンを倒しておいて膝を落としていきました。中島勝彦です。中島宮原組が勝ちますと2勝1引き分けで金丸鈴木小太郎組と点数で並びます。そうした場合にはこの後この B ブロックの1位2位を決める順位決定戦が行われることになります。勝てば1位勝ち抜けの可能性もあります中島宮原、引き分けでもこのマルビン・エドワーズ組を上回って決勝トーナメント進出を決めます。ここはマルビンが捕まる展開が長くなっています。これも打点が高いドロップキックは中島勝彦、宮原がエドワーズと分断しました。一方のケンスケオフィスの2人、やはりこの同じケンスケオフィスということで試合ごとにコンビネーションが向上しています。さあマルビンがなんとか1人で打開しようとしましたが、やはり動きが止まりました。さあまたダブルの攻撃、おっとバックして、しかし捕まえてダブルのバックドロップはこらえた。ああ、ここはよく見ている、2人の足を投げ倒した。そして三角飛び式スワンダイブ、2人にムーンサルト。マルビンの動きにお客さんのテンションが一気に上がりました。ドラゴンスクリュー、さあエドワーズが手を伸ばす、ようやくマルビンが苦境を打開しました。そしてエディ・エドワーズが手を叩く、高速のブレンバスター、さらにはニュートラルコーナーに登って中島を見た、ミサイルキック蹴り飛ばしていきました。膝を曲げてから伸ばす勢いのあるミサイルキック、カウンター2です。エドワーズの動きで一気にこの場内も活気づいてきました。あとパワーボムを狙ったがこらえた中島、回し蹴り、あーっと強烈なキック、そして足を捉えてチンチェッカー、強烈な一撃、カウント2です。なんとか肩を上げましたが中島、一気の攻撃はエディ・エドワーズです。アメリカマサチューセッツ出身、1983年12月生まれです。25歳のエドワーズ、あっとジャーマンを着地した中島、逆に捉えてフロントネックチャンスリーで投げてきました。そして前からの蹴りはかわした、ならば後ろから右足かわされましたが左足後ろからいきました。そして裏投げ、さあ宮原が入ってきます。4人の中で最も若い20歳、そしてキャリアもまだ1年半です。エルボー打っていった、健介オフィス期待の若手フェイスクラッシャー、この辺りは佐々木健介の技も継承していこうという宮原健人、デビューは去年の2月です。さあエディ・エドワーズフロントネックで抑えましたが、ならばと打撃を見舞っていった宮原、距離を取って膝からいった、これは強烈。そして今度は対角線顔面へ、
トラスキック、下から強烈な一上げです。さあ場内は中島宮原組、現在勝ち点3、勝てば文句なし、引き分けでも進出。ハイキックは中島、エルボ宮原、そしてあーっと背後から来た、さらにはノーザンライトスープレックス、がっちり抑えた。なんとか自力で返しましたエディ・エドワーズ。さあ三角締めを狙う、がっちり捉えた宮原、決まり替えをどうか、腕を捉えている宮原、さらには中島もマルビンの足を捉えている。さあ三角締め、エディ・エドワーズ逃れることができるか。なんとかサードロープに足がかかりました。とにかくマルビン、エドワーズ組は30分以内に決着をつけて勝たなければいけません。一方引き分けでもいい中島宮原ですが、序盤から激しいペースで攻めています。とても引き分けなどはもう念頭にはないようです。あーっとカウンター、膝が飛んできました。試合時間10分を経過しています。30分の一本勝負、 B ブロック公式戦、中島宮原対マルビン・エドワーズ。さあマルビンが入ってきた、先ほどは一人で捕まっていましたが回復はどうか。足を捉えて後ろを向かせて、そしてあスタンドの体勢で首に手をかけた。この辺りはメキシコ出身です。複雑なストレッチ技、関節技も持っていますリッキー・マルビン。今回3度目の日程杯、ここまで2回は苦戦続きだったリッキー・マルビン、3度目の正直を狙うか。あーっとラリアット、この辺りはよく見ています。そしてパワーボム、がっちり抑えたリッキー・マルビン、どうか。なんとか返したのは宮原、勝たなければいけません。勝ち点差1の差を追っていますマルビン・エドワーズ組、1点リードの中島宮原。さあ蹴りはエドワーズ、そしてジャーワン引き抜いていきました。どうだ、カウントは2です。なんとか宮原返しました。ただ試合時間は10分を経過したところですが、非常に両チームが早い段階からスパートしています。さあコーナートップに、あしかしそれを見ていたのは中島、キックで動きを止めた。さあ連携か、2人がコーナーに登って何を見せるか、呼吸を合わせて、あーっと膝に当てようとしたでしょうか。マルビンの顔面への攻撃、ダブルで落としていきました、なだれ式。さあそしてエドワーズを捉えて抱え上げて、中島捉えた、ネックブリーカーというよりは何かフェイスブリーカーのような、そんな形にもなったでしょうか。あと水面蹴りと顔面キック、ここも呼吸が合っています。しかしカウンター2、キックを貸してエドワーズ、あーバックドロップ、へそで投げた急角度、しかし円錐へ、あと蘇生した中島がバックドロップ返し、くの字になりましたエディ・エドワーズ。あとラリアットキックでかわして、そしてトラスキック、中島がマルビンを倒しました。さあ試合を決めにいくか、中島宮原、勝ち点3の中島宮原、勝ち点2のマルビン・エドワーズ、この1点のリードを守りきるか。勝てば文句なしです。順位決定戦が待っています。あ連携のダブルインパクト式、キックを顔面に打ち込んでいった、そして綺麗なジャーマン、ホールドしました。どうかエドワーズ間に合った、マルビンはピクリともしませんでしたがエドワーズが間に合った。とにかく勝つしかありません。勝ち点でリードを許しているマルビン・エドワーズ、 B ブロック公式戦これが最終戦です。泣いても笑ってもあと1試合、すでに進出を決めている金丸小太郎ともう1チームのその枠をめぐって、あとジャーマンをこらえてトラスキック、ああそして今度はエドワーズが来た、マルビンとエドワーズ。さあ今度は青コーナーの外国人の2人抱え上げて、ああ上空で溜めて、今度は連携、ああパワーボムとそこに背中、連携を見せました。今度は抱え上げてパワーボム投げ捨てた。さあ試合を決めるか、勝つしかないマルビン・エドワーズ。
宮原を捉えた。何を見せるか。ダブルインパクト式でスワンダイブの膝飛び膝蹴り、顔面を捉えた。どうだ、中島カット間に合いました。試合の行方は分かりません。大技の応酬、ダブル攻撃の応酬。中島キックで2人に、あ、しかしドラゴンスクリュー。あ、そして中島の動きを止めたエデュアーズフロントネックロック。さあ試合の権利はマルビンと宮原、トラスキック。さあ一発で倒れた。カウントワンで返す、ワンで返しました宮原。ラリアットアウト、腕を絡めてサンタマリア、前に抑えた。どうだ、決まりました。逆転マルビン・エドワーズ。 B ブロック公式戦勝ったのはマルビン・エドワーズ。決勝トーナメント進出を手にしました。